昨日、京都市北区の視覚障害者総合福祉施設で、大手化粧品メーカー資生堂が視覚に障害のある人たちを対象にスキンケアやメイクの講習、ガイドメイクを開催しました。参加した人たちは眉や唇の形に沿ってスタッフの案内のもと自分の指を顔に当てながら化粧の方法を学んでいきます。今日はね、そのちゃんとはみ出さないやり方とかっていうのを教えてもらったので、ちょっと眉毛とかもちゃんと描いてみたいなと。この講座は視覚障害のある人の積極的な社会参加を身だしなみの側面からサポートするために3年前から行われていて、資生堂は今後もこうした取り組みを続けていくとしています。